ゲセルが死んだ。最後は気を抜いていたとしか言いようがないが、あいつは勇敢な戦士だったからな。じき戻ってくるだろう。そうですか。あの人ったら、じき終節の合戦も始まるっていうのに。今度は油断しないよう、きちんと言って聞かせないと。ん？ゲセルというのは、先ほど亡くなった御仁か？戻ってくるとはどういうことでござる？なんだ、そんなことも知らずに偵察に来たのか。俺たちについて何も聞いてないわけじゃないよな。うん、シリナ殿は確かとても勇猛な猛者の集まりとか、なんとか。そうだ、ドタール族は最も勇敢な戦士。死ですら俺たちにとっては恐れるものじゃない。よその部族のやつにはわからないらしいが、俺たちは戦いの高揚が魂の輝きを生むのを感じてる。勇敢に戦って大いに輝いた魂は、肉体が滅んでもすぐに新たな子として生まれてくる。伝統的におおよそ死んでから1年以内だ。俺たちは新たな子が誰の生まれ変わりだか見極め、同じ名を付け、最短と再会を祝福する。そしてまた生まれ変われるよう勇敢に戦うんだ。ではお主らは死んだ者と生まれた者を同じ人物として扱うのか？そんな、とても信じられぬ。偵察することは許したが、俺たちの誇りを傷つけるような真似は許可しない。言葉と振る舞いには気をつけるんだな。それじゃあとは適当にしろ。